歯科治療の最前線を見に伺ったのは名古屋市千種区の昔はレントゲンしかありませんでしたけれども今はこのような数値化するような虫虫歯歯の検査機器が出ました。レーザーザで隠れ虫歯を発見。こちらのダイアグノデントペンという機器どのように虫歯がわかるんでしょうか 小さな穴でも活動性だとここの数値がずっと上がってきます特にそういう入り口が狭くて中が広いっていうのは我々も見つけにくいですし見た目ではちょっとした汚れにしか見えませんがここにレーザー光線を当てるとこの小さな穴はまあ30いくつまで上がるんですで、これは要注意なんです30いくつって要注意なんです 虫歯が出す特有のタンパク質にレーザーが反応し数字に現れるため早い段階で虫歯を見つけることができるんですレーザーは治療でも活躍こちらのエルビウムヤグレーザーはピンポイントで歯を削るので神経に触れにくく従来の治療に比べ痛みが少ないといいます続いては 人類最大の感染症刺繍病対策刺繍病があるだけで、えー、糖尿病になりやすくなったりとか、はい、えっと相談になりやすいとか、はい、心臓血管疾患になりやすいなんかいうことが結構言われています最近の感染により歯茎や骨が溶けていく刺繍病万病のもととも言われています 実はですね、最近は再生治療というのがありましたこういったものが今保険で使える再生治療薬剤です溶けてなくなった骨の部分を再生するリグロス再生手術の時に医師が使うのですが左側、手術前には欠けていた部分が右側の手術後を見ると再生しているのが分かりますかこちらも保険適用されています